幹部会なのに飯も出やしないよ。脳書きはいいんだよ、ね。先輩、もうすぐ出所ですね。おい、おい、何考えてんだよ。何がですか仮出所だよ。俺ができるわけないじゃないか。その先輩が模範臭だからじゃないですか。<laughs> 模へへ、が刺されるかよ。続きは DVD で見てください。ブルーレイ、DVD 発売だ。バカロー、限定版の特典すげえじゃねえか。4月24日発売だ、バカロー。バカロー、バカロー、うるせえ、バカロー。 今回のこのキャラクターの中でこれちょっと真似してみたいなと思ったキャラクターの方いらっしゃいますか西田敏行さんがどんどんコミカルになっていくのがいいですね <laughs> 最初の時「おいキムレ」「会長の杯をよこせよ」とおり「なめとんけおるどれ」「おおなめとんけおれおおなめきどれ」それが「会長」<laughs> 会長「会長」「なあ」「会長」 ドクター X の最初の頃怖かったのにだん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 はたあ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 たみたいなちょっとやっぱりちょっとちょっと優しくが入る「お,ーおいーたま」って言ってもうあのアウトレイジも本当この後もシリーズどんどんやって最終章234ってどんどんやって最終的にはアウトレイジ安らぎの里とかやってほしいですね <laughs> あのもうお年寄りばっかりで「お,ーおいごはんまだー」 ご飯まだーさっき食っただろうみたいな。<laughs> さっき食ってへんわい。おい、おとも。ご飯食うか食わんかはな。こっちが決めるんじゃボケ。<laughs> ガタガタうるせえたわけやろなめとんかやわれ。うるせえこの釣りバカ釣りバカは別の絵がたろこにやろアウトレイジ安らぎの里、最終的には石坂浩二さんとかね、浅岡ルリ子さんも出てきてほしいですね。うん。 みんなであの私、いつの間にかこれは何月何日の収録ですみたいなパターンで終わっちゃうって,ってあの商店点』の小演友さんの時みたいなね、途中であの政治家の方も出てもらって、麻生さんが出てきて、これは関係ないだろ、福田がやったことだろうとかね、私は知りませんよ、これご理解だろ、おいおい、G7 の質問はないのか ?G7 の質問は無視かとかね、そういうシーンも入れて。えー、バトリーですね、これは、えーえー、産農会がですね、 三の会の問題もこれは安倍政権にとってですね、非常にこの三の会を倒すことが大事だと私は感じています。山本一太です。私はそういうことは全く思っていません。私は石破ですとかね。<laughs> なぜここに来ていくえー、確かにですね、こういう問題はですね、えー、アウトレイジ、えー、ビヨンドも見させていただいて、えー、おるわけでございます。石破にはもう野球界の人みんな出てね。<laughs> ガタガタうるさいですよみたいな。カケフさんが出てきたね。で、吉田監督、何を言っとんのや、お前なら。あかんで、まあ、私も納得がいかないですよ。まあ、勝則のことは聞かないでくださいとか。いろんなことがあるんですよ。それはそれぞれみんなの人生です。マー君、髪の子、不思議な子、ガタガタうるせえみたいな。いろんな人が出てくるアウトレージ、やってほしいですね。 たけしさんはも軍団から誰を新しい事務所に引き抜きたいんですか。あの、今北郷とね。北郷と、あの、まあ、姫様っていうのは今入ってますけどね。あとはもう、それはしょうがないんじゃないですかね。うん、あ、本人に聞けないからって、俺に聞くんじゃないことやろう。<laughs> <laughs> 森社長と大丈夫ですか。<え>森社長とは。森社長、どうでしょうね。おう、馬鹿野って言えないですよ。<laughs> 今回の騒動で、一番のバカ野郎は誰なんですか。水道橋博士ですね。<laughs> <laughs> バカ野郎です。うん、で、結局、水道橋博士があった、あと、すっきりのスタッフが、あの、これがグレート北谷さんですって、岡田さんの顔で。な <laughs> ってしまったという、我々わまあ、同じ中野新橋のビオラー入って。最後、お祝いのトマネチ。広島のトマ米地って、ピッチャーいました、ね。<laughs> <laughs>